ねえ、本当に本当だよね。絶対に僕の願いを叶えてくれるんだよね。本当だよね。本当よ。あなたの願い3つ何でも聞いてあげるわ。ただし4つ目の願い事をもししたら、あなたの命この世から消えてなくなるわよ。いいわね。わかったよ。じゃあ一生遊んで暮らせるお金100億円ください。あと大豪邸欲しいから、都心の一等地にでっかいビルください。あら、そんなことでいいのね。お安いご用よ。これでどうかしら。銀座のど真ん中に超高層マンションを建てておいたわ。あと部屋中に100億円ばらまいてあるから、これでいいかしら。うわー、最高です。バッチリです。じゃああと好きな人をお嫁さんにしたいから、みすーちゃんと結婚させてください。よろしくお願いします。おや、みすーちゃんかい。みすーちゃんってこの子かい。かわいい子だね。そうですそうです、みすーちゃんこの子です。やった、みすーちゃんと結婚できるなんて、やった。結婚？あら、残念ね。残念ながらこれ4つ目の願いでしょ。1つ目は願いを叶えてくれるんだよね。2つ目は100億円、3つ目は大豪邸、そしてこれは4つ目の願いですよね。嘘でしょ。1個目のは願いを確認で聞いただけじゃないですか。何言ってるの。私は願いを3つ聞くと言ったはずよ。それじゃあさようなら。ちょっと待ってよ。なんかずるいよ。許してよ。お願いだから許してよ。待ってよ。ああ、暇だな。最近ちょっと貯金も減ってきたし、久々に友達呼ぶかな。もしもし、あ、ミカッチ、久しぶり、元気？あのさ、暇だったらさ、うちに遊びに来ない？オッケー、じゃあ待ってるね。サムツくん、久しぶり。で、どうしたの？急に呼び出すなんて珍しいわね。いや、最近ここに引っ越してきたから、友達呼んでちょっと飲みたかっただけだよ。本当に？怪しいな。ところで、あの大事そうに飾ってある鏡、何なの？ちょっとこの部屋に似合ってなくない？ああ、あの鏡？あの鏡、うちに代々伝わる不思議な鏡なんだ。願いが3つだけ叶うんだよ。特別にミカッチ、願い事してみていいよ。せっかくだし願い事してみるか。絶対叶えてよね。おやおや、願い事聞くの久々だよ。じゃあいつも通り3つ願い事聞いてあげる。ただし4つ目の願い事をもし言おうものなら、あなたはこの世から消えてなくなります。いいですね。誰このおばさん、誰？よくわかんないけど、願い事3つね。3つ言ってみるわね。あら、また今回の人も4つ目のお願いしちゃったわね。何考えてんのかしら。じゃあ、タモツくん、私帰るけど、ここにあるゴミ捨てといてね。じゃあね。よし、やったぞ。これでまたしばらくお小遣いに困らないや。ニンテンドースイッチまで手に入っちゃった。やったー。ああ、やっと今日の授業終わったよ。おい、タモツ。おい、タモツ。相変わらず眠そうな顔してんな。学校終わったのか？あ、イチゴ、久しぶり。やっと学校終わったよ。てか、あの女の子、誰？可愛くない？
ところで、そちらはお友達？何言ってんだよ。見りゃわかるだろ。彼女だよ。ゆきみちゃんって言うんだ。よろしくな。彼女？ちょっと待て。どうにかして、俺がゆきみちゃんと付き合う方法はないのか？鏡にお願いしても、人の心までは変えられないしな。そうだ。あのさ、僕、最近、見晴らしのいいマンションに引っ越したから、二人で遊びにおいでよ。お、いいのか？じゃあ、お邪魔するよ。おい、タモツ、すっごいじゃん。なんだよ、このマンション。実はね、僕の家に代々伝わる不思議な鏡があるんだ。叶えたい願い、何でも叶っちゃうんだ。よかったら、一号、ちょっと願ってみる？いいのか？タモツ、俺、お前のこと親友だと思ってたけど、本当に親友だったんだな。もちろんじゃないか。僕たち、これからもずっと親友だよ。じゃあ、ちょっと呼び出すね。出てきてください。誰ですか？この人が願い事叶えてくれるんだよ。さあ、一号、三つだけ願い事叶うから、お願いしてみなよ。一号の願いを叶えてあげてください。よろしくお願いします。じゃあ、僕、ちょっとトイレ行ってるから、一号、その間にお願いしておいてね。ふっふっふ。一つ目の願いは、出てきてください。そして、二つ目の願いは、一号の願い叶えてあげて。そして、この後、一号が三つお願いしたら、一号は、はっはっはっは。さあ、そろそろ、一号四つ目のお願いしたかな。一号が消えたら、僕は、ゆきみちゃんと。さあ、一号いなくなったかな。あれ？あれ？ゆきみちゃんもいないぞ。あれ？ちょっと、ゆきみちゃん、どこ行ったんだ？どこ行ったんだ？ゆきみちゃんは帰ったよ。一号と一緒にね。僕たち幸せなので、特に願い事ないです。できれば、タモツにおばさんみたいな素敵な彼女ができればいいなと思ってます。じゃあ、帰りまーす。なんだって？そんな、なんだって？皆さん、お分かりいただけたであろうか。お分かりいただく前に、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。というわけで、3つ目のお願いは、タモツに私のような彼女ができるということ。そしてタモツは4つ目のお願いを尋ねてしまったよね。ゆきみちゃん、どこ行ったんだ？どこ行ったんだ？さあタモツ、あなた、私とあの世で永遠に暮らすのよ。楽しみね。やだ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 、あー。